出来上がりです。1日2日の間は楽園が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぜ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするなこれ。何です、この軟膏は？魔女の軟膏といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。おや、何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。宇宙世の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態はすべて、隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。ふーん、ちどっ、サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつはイカすぜ。